滋賀県は今年11月から業務などに AI 人工知能を導入し、実証実験をスタートさせます。本格的な導入を前に、県職員を対象とした研修会が開かれました。昨日と今日、県庁で開かれた AI の研修会には、県の広報課や土木課、統計課など様々な部署の職員が出席しました。研修では講師から AI 人工知能の基礎知識や話題の対話型 AI チャット GPT についてなど、業務での使用例を交えながら説明が行われました。滋賀県では今年11月以降、業務に AI の導入を検討していて、現在各部署からアイデアを募集しているということです。データの質が大事っておっしゃってたんですけど、その統計データをその AI に食べさせれるというか、使えるように質のいいデータを貯めていくとか、そういうきれいなデータを蓄積していくのが、なんか統計化ができることなのかなっていうのを考えてました。全国の自治体においても活用が進む AI、私たち県民にとってはどのような点で便利になるのでしょうか。手続きがオンライン化されることによって、わざわざ商社に出向いて行かずに済んだりとかですね、今まで紙で運用していたさまざまな情報がデータ化されることで、処理速度や正確性が向上してですね、そういった効果が期待できます。県は来月にも各部署からのアイデアを具体化し、11月から実証実験をスタートさせたい考えです。竜王町では交通事故で亡くなった人ゼロの日が昨日で連続1000日を達成しました。今日は地元の人たちなどの協力にありがとうの感謝を込めて、ユニークな啓発活動が行われました。交通死亡事故ゼロ、1000日達成、ありがとう。今日の啓発活動には竜王町の西田秀春町長や、竜王町を管轄する近江八幡警察署の警察官、それに地元の交通安全協会竜王支部のメンバーら30人が参加しました。竜王町内では2020年11月25日から交通事故による死者ゼロが続き、昨日で1000日を達成しました。それを記念して今日は交通安全協会のメンバー10人が、腹部にゼロと書かれたアリ10匹に扮してありがとうを表現しました。また啓発活動では、今後も交通事故での死者ゼロが続くように、ゼロカロリーのゼリーなどが配られ、買い物客へ引き続きの安全運転が呼びかけられました。インパクトのある啓発をすることによって、皆さんが1000日達成したんやなって気づいてもらって、そしたらやっぱり安全運転には気をつけなあかんなとか、交通安全には気をつけなあかんなという意識を持っていただいて、事故のない明るい街になるように、そういうふうになったらいいかなと思っています。子どもたちの意見を教育施策に反映しようと、小学6年生と県教育委員との対談が今日県庁で開かれました。この対談は、学校生活の中で実際に児童たちが感じた課題などを県教育委員会の委員が聞き、教育施策に生かすことを目的に行われたもので、今日は県内6つの小学校から6年生12人が出席しました。教育委員からの質問に対し意見を発表していき、学校で使っているタブレット端末について注意していることを聞かれると、間違った情報を自分がキャッチしないように、そのしっかり正しい情報を見極めるっていうのが大切だと思います。このほか、理解できたと実感するために大事だと思うことについては、答えだけを教えるのではなく、考え方も教えてくれると分かりやすいといった意見などが出されていました。
大人の決めつけだけで動いてしまうと子どもがそういうのが嫌になってしまうので、子どもの意見を聞いてもらえると私たちはすごく過ごしやすい環境になると思います。本当に一人一人がよく考えてるなっていうのがもう最初にもお伝えした通り印象的でしたし、子どもたちのこういう本音がこう聞けるような、そういう機会を作るっていうことはこれからも大事にしていけたらなっていうふうには思いました。夏休みが終わる頃になると学校や友達との関係に悩む子どもたちが増える恐れがあるとして、今日から全国一斉に子どもたちの相談に応じる電話相談の強化週間が始まりました。はい、子どもの人権110番です。このうち大津地方法務局では今日から1週間対応する人権擁護委員を1人増やし、受付時間を延長するなどして電話相談に応じます。また強化週間としては今年初めて無料通信アプリ LINE のメッセージ機能で相談することもできるようになりました。相談内容が漏れることはありませんので、安心して一人で悩まず学校や家庭のことなどどのようなことでも構いませんので相談をしてください。子どもの人権110番への電話相談はフリーダイヤル007-110で、子どもだけではなく家族などからの相談も受けています。